灼熱カバディで井浦契約を務めさせていただいております古川誠です。そうですね、やっぱり、まあ、主人公が初めてカバディに触れて、でそこから目まぐるしく成長していくっていうのが一つのストーリーの核にあるんですけれども、まあ、主人公だけではなくて、まあ、我々がいる農金高校の面々、それぞれにスポットが当たって、まあ、負けられないっていう強い感情であったりだとか、まあ、あるいはカバディっていう競技のなんだろうルールの中で燃え上がってくる闘志のお話だとかっていうのがそれぞれに少しずつ違っていて、それらがちゃんとピックアップされてアニメ見てくださる皆様にも伝わるような構成になってるっていうところが一つの魅力なんじゃないかなと思っております。井浦圭はですね、この作品において宵越達也っていう主人公をですね、カバディ部に引き込むっていうところで、登場したキャラクターなんですけれども、まあ、農金高校の、カバディ部の副部長を務めているキャラクターでございます。とても頭の回転が速くて頭脳明晰というところのキャラクターではあるんですけれども、まあその頭の回転の良さを駆使した、ちょっと意地悪な面とかえげつない意地悪な面とかっていうところもあったりとかする。でカバディにおいてはその頭の回転を生かしたプレーっていうものをしていくような男だったりとかするんですけれども、非常にひょうひょうと見えて実は内面では、カバディに対する情熱であるだとか、熱い面も持っていたりだとか、周りの仲間をこうきちんと俯瞰して見ることのできる冷静な視点っていうものも持っているような人だったりもするので、熱さとは少し違った面を持っているところっていうところも含めて注目していただきたい、キャラクターだと思っております。みんな優しいんですよ基本的にキャストの陣が。なんで、まあ、なんかこういう話題があったらみんななんとなくこうその話題にこうちょっと食いついていって、でなんていうかこうみんなでこう笑ってしまえるようななんか雰囲気にどんどんなっていくっていうのが素敵だなというふうに思うんですけれども、鈴木さんが仕掛け出して、で内田くんが最初にそれに乗っかるんですよ。で内田くんが乗っかってどんどんこう加速していくところで、まあ私とか佐藤源くんとか竹内くんとかがいろんなその起爆剤を遠くから投げるっていうことの方がなんか物としては多かったのかなというふうには思うんですが、そうですね、まずはこの灼熱カバディっていう作品に触れさせていただけたっていうところが一番大きな自分の中では新しい刺激だったなというふうに思ってます。もう毎回収録の直前にちょっと読むんですよ原作を、まあ、前の日とか今日はどういう話をやるんだろうっていうその整理を含めてやったりとか見たりとかするんですけど、その原作見始めると止まんなくなるその熱量の高さっていうんですかがあって、気づいたら2時間ぐらいずっとカバディ読んでるんですよね。でものすごく読んでる人を引きつける力があるし、先が気になる展開力っていうのがものすごくあったりとかするから、自分が役をやるっていうのを忘れるくらいの勢いで楽しんでしまう。なんかそれはすごく関わらせていただいてよかったなとも思ってますし、知れてよかったなとも思うところでもありますが、アフレコだけで言うと鈴木さんのアフレコ中の音の響かせ方のえげつなさっていうんですか、横にいるとマジで圧倒されるんですよ。だからそれぞれ声優として声の楽器として高いポテンシャルを持ってるはずなんですけど、おそらくその空間的な意味で皆さんの圧っていうものを引っ張っていってるのは
鈴木さんのそのお芝居であったり声の出し方だなというふうに思うので、その点に関しても一緒に芝居をさせていただいて本当に良かったなと思っております。これは新たな発見というよりも、なかなかこうやってこうガチでお芝居を一緒にさせていただくことのなかったんで今までが、そういう意味でもものすごい熱い刺激になったなと思ってます。